お母ちゃんを悪く言うな。うるさろ。さっきから聞いてればお母ちゃんを嘘つきで惨めな商売女扱いして。お母ちゃんは嘘なんてついてない。あのプログラム世界に隠し通路なんてないんだよ。ふーん、ないんだ。ちょっとそんな大事なヒントを教えちゃダメ。大事なヒントってことは今の話って本当なんだね。やー、しまった。ああ、まったく。まあ、可愛いからいいけどさ。で、隠し通路は本当にないみたいだけど、それなら彼女はどうしてプログラムを改ざんしたのかな。その先に何もないなら通り抜けられる壁なんて設置しても意味ないのにね。意味のないことをしたとは思えない。殺人の計画を立てていたようなやつだよ。うん、イルマさんが壁を抜けられるようにしたことには何か意味があるはずなんだ。僕らがその意味に気づけていないのはまだプログラム世界の謎にたどり着いていないせいだよ。プログラム世界の謎？あのプログラム世界ではいくつかの不思議な現象が起きていたんだ。その現象の理由を突き止めればあの世界の謎もイルマさんが通り抜けられる壁を設置した理由もきっと明らかになると思うんだ。だったらまずはその不思議な現象ってやつをはっきりさせようぜ。うん、何のことかわからないけどゴンタも協力するよ。あ、不思議な現象って言えば地味にあれが気になってるんだけど、ほら私と。サイハラ君が一連の異変に気づいたきっかけだよ。それって僕と白金さんが厨房で聞いたあの大きな物音のこと？え、君たちもあの物音を聞いているんですか？館の厨房でね。ですがあれは教会のすぐそばで起きた音ですよ。それが館まで聞こえていたんですか？そもそもマップ切り替えポイントを挟むと音は届かないって話だったけど、その音って本当に教会の近くで起きたの？あれは教会の壁に何かが当たった音じゃ。衝撃が教会の中まで伝わってきたし間違いないぞ。でも僕たちも確かに聞いているんだよ。その後のキーボ君の声もね。僕の声もですか？何それ、おかしいよ。だからこそそこに何か手がかりがある気がするんだ。あのプログラム世界の謎を解く手がかりがね。
まあ答え合わせは後にして、先に他の手がかりを集めておこうか。ほら、プログラム世界の不思議な現象って他にもあったもんね。なんか大間くんはもう気づいているような口ぶりだね。もしかしてわざと知らないふりをしてない？ゴンタまでそんな風に俺を疑うんだね。君だけは俺を信じてくれてると思ってたのにな。ごめんそんなつもりじゃないんだ。謝る必要なんてねえよ。どうせそれも嘘なんだからよ。え、他の不思議な現象とは何じゃ？サイハラは何か心当たりがあるのか？橋に使っていたあの看板も明らかに不自然だったんだ。何が不自然だったの？さっきも話に出たけど、あの看板はイルマさんが川に流したんだ。僕は後でその流された看板を見つけたんだけど、その状況がどう考えても不自然なんだよ。Thank you.
看板は明らかに川の流れに逆らったような不自然な流され方をしていたんだ。入間さんが川に落としたあの看板は僕らの目の前で川下の方に流されていった。その先には太い川があったよね。本来ならあの看板は太い川の流れに沿って教会側に流されるはずなんだ。そして川下にある教会の奥の壁にぶつかってそこで止まっているはずなのに。でも僕があの看板を見つけた場所は川上の館側、そのすぐ近くの岩場だったんだ。川下で見つかるはずの看板が川上で見つかった。確かに不自然だね。いや待てよ、あの時イルマは教会側に残ってたよな。だったらイルマが教会の壁で止まってる看板を回収してそれを使って川を渡ったんじゃねえか。で後でまた教会に戻る時のために館の近くの岩場のところに置いておいたんだ。わざわざ川の中の岩場に置くとは思えません。もし流されたら戻れなくなってしまいますよ。それに今の考えだと壁抜けと何の関係もないよね。それじゃあダメだよ。真実ってのはもう一歩先、そこから何にどうつながるかが重要なんだ。さっきから上がっている不思議な現象の数々は全てが繋がっているはずだしね。全て繋がるってどういう意味？人属性以外は通り抜けられる壁、聞こえるはずない物音、川の流れに逆らう看板の動き、それらの不思議な現象がどう繋がるっていうの？俺なんかにそんなことは分からないけど、きっと犀原ちゃんには分かるはずだよ。え？むしろそうじゃないと困っちゃうよね。この謎を解き明かして俺たちを救えるのはこの中では君ぐらいしかいないんだからさ。どうなんじゃ犀原、何か分からんのか？少なくとも現段階で分かってるのは、看板の不自然な流され方はあの手がかりと関係しているのかもしれないってことかな。これだ。看板の不自然な流され方に関係しているのは人属性以外は通り抜けられる壁じゃないかな。本来なら流された看板は教会の奥にある壁で止まるはずだけど、もし教会の壁が入間さんの設置した人属性以外は通り抜けられる壁だったとしたら。そっか、人属性以外は通り抜けられる壁なら物は通り抜けられるはずだから、看板はあの壁を通り抜けることができるんだね。けどよ、教会側の壁を通り抜けたとしてその看板が館の方に移動してたのはどうしてだ？壁がワープゾーンになってるとしか思えんが、ワープ
部ではないんだよな。サイハルちゃん、こういう時こそ相棒である俺がヒントを出すよ。ね、あそこはプログラム世界なんだし、常識を捨てて考えてみた方がいいと思うよ。あ、なんだそれ。川下と川上がつながっているとしたらどうかな。え、川下と川上がつながってるって、つまりあの川は川下の境界の壁で途切れているわけじゃなくて、川上にある館の壁のところとそのままつながっているんじゃないかってことだよ。何言ってんだ、川下と川上がつながってるなんて。だから常識を捨てて考えてみないとダメだって。あそこはプログラム世界なんだからさ。そうだとしても壁の剣はどうなるの。通り抜けられる壁はどちらか一つだけのはずだよ。ああ、そうだ、境界側の壁を通り抜けてその川が館側とつながっていたとしても、その館側の壁を通り抜けて出てくることができねえじゃねえか。そうか、そういうことだったのか。入間さんが設置した壁が一つだった理由が分かったぞ。え、なんじゃ急に。壁と館側の壁は別々じゃなくて同じ一つの壁だったんだ。同じ一つの壁。あの川だけじゃなかったんだ。そこにある壁も表裏がつながっていたんだよ。つまりあの世界の Y 軸方向の壁は二つじゃなくて、入間さんが追加で設置した一つだけだったんだ。その一つの壁だけがあの世界の Y 軸方向に伸びる壁の全てだったんだ。それなら境界の奥の壁を通り抜けた看板は館の方から出てくることができるよね。どうやら繋がってきたみたいだね。ほら、俺の言った通りでしょ。やっぱり全てはつながっているんだよ。オーマ、てめえは一体何を知ってる。いいからいいから、それより最後の仕上げだよ。川も壁もつながっていたとするとプログラム世界の秘密も見えてくるはずだよ。サイハラちゃんならもうわかるよね。あのプログラム世界にどんな秘密が隠されていたのかさ。
あのプログラム世界はループしているんだ。うん、それも昔のゲームとかであったやつだよね。キャラクターが右の画面からスクロールして消えると左からスクロールして出てくるみたいな。うん、あのプログラム世界はそれと同じように全体がループする構造の世界だったんだ。ループする構造の世界。なんだそりゃ。ですが、そう考えると看板の流され方には納得がいきます。川下の壁の奥に消えた看板はそこでループし、同じ壁である川上の壁をすり抜け、そのまま川上から流されていき、あの岩場のところに引っかかったんです。その壁をイルマが設置したってことは、あいつが壁を設置する前の世界って、もともと Y 軸方向の壁はなくて X 軸がループする仕組みになっていたんだ。マジかよ、いくらプログラム世界だからってめちゃくちゃだろ。ループする世界とは魔法以上に奇想天外な仕組みだな。でもつまらなくない答えだよね。あの世界で起きた不思議な現象にも全て決着がつくし。え？全てじゃないよね。だって例の物音とかキーボ君の声が教会側から館側まで聞こえてきた理由がわからないよ。ああ、マップ切り替えポイント越しだと音は届かねえってやつか。いや、その件もあの世界がループしていると考えれば説明がつけられるんだ。そうなの？ただそれにはあの世界がどこでループしているのかを明らかにしておく必要がある。どこでループしているのかって、館の壁と教会の壁がある場所は、あそこでループしているんじゃないですか？いや、教会側で鳴った音が館側で聞こえるとしたら、世界がループしているポイントはそこじゃなくて、ここだ。あのマップ切り替えポイントこそがプログラム世界におけるループポイントなんだよ。世界の真ん中にあると僕らが思い込んでいたマップ切り替えポイントは、実は世界の端にあったんだ。逆にイルマがプログラムを改ざんして作った壁も世界の端と端にあったわけじゃなくて、世界の中央に設置されてたんだね。なるほど、その構造なら館と教会は壁を挟んですぐ近くにあることになりますし、教会近くの物音も館まで届くはずです。壁は人属性以外は通り抜けられるって設定なので、音は問題なく通るはずですからね。うん、間違いないよ。これがあのプログラム世界の真実なんだ。さすが犀原ちゃん、ここまでたどり着いてくれたとはね。うん、やっぱり君は使えるよ。たどり着いてくれただと？まるでてめえが裏で糸を引いてたみたいな物言いだな。いやいや、裏で糸を引いてたのは俺じゃなくてイルマちゃんでしょ。だってこれもイルマちゃんが仕掛けた罠なんだからさ。そもそもこのトリックはイルマちゃんに地図を見せられた時から始まってたんだ。だってあの地図のせいで俺らは勘違いしちゃってたんだからね。
あの世界は中央にマップ切り替えポイントを挟んで館と教会が遠くにある位置関係になってるって。でも実際の世界の構造はそうじゃなかった。あの世界に Y 軸方向の壁はなくて X 軸がループする仕組みになっていた。あやつはそんな世界の真ん中に壁を追加することでそのループをせき止めたんじゃな。つまりあの地図を見せられた時から俺らはイルマちゃんの罠にはまってたんだよ。でもサイハラちゃんのおかげでその謎も解けた。さすがは俺らの救世主だよ。うん、サイハラ君がいなかったらこの謎は解けてなかったよ。そうじゃな、さすがはサイハラじゃ。サイハラ君ありがとう。おかげで助かったよ。うん、でもプログラム世界の真実が明らかになったくらいでまだまだ気は抜けないよ。むしろクライマックスの犯人探しはここからなんだからさ。だって全てのトリックが解けたところで犯人までたどり着けなかったら意味ないからね。学級裁判はそういうゲームなんだよ。またモノクマみたいなことになるね。くっ、てめえが何を言おうと俺は絶対そんな口車には乗らねえからな。俺はこいつらを信じる。そうやってみんなで真相にたどり着いてやるぜ。ミッシュシ、どうなるか楽しみだね。ああ、